皆さんこんにちは。ゆねちゃん家族は年末年始で10日間沖縄に帰ることになったので、今日は10日間の帰省のために持っていく荷物をパッキングしていきたいと思います。まあ主にゆねちゃんのものだけなんですけど、今日はご紹介していこうと思います。10日間で結構荷物が多いので、持っていくものと送るものの2種類でやっていこうと思います。まず哺乳瓶2本、大きいのと小さいの1個ずつ持っていきます。大丈夫。あとお湯を入れた水筒と、ゆねちゃんが持ってるお水、これは飲む用でもあるし、あとミルク作る時用にも使ってます。このミルクはとりあえず2、3回分をスティックと、あと小分けの袋に入れて持って行って、向こうで使う分は現地で買いたいと思います。あとゆねちゃんのおせんべい、ちょっとぐずった時用におせんべい2つ、あとマグ、あとはウェットティッシュ、お口拭いたり手拭いたり何かといろいろ使うので持っていきます。あとは当日の分の離乳食を入れるので、お出かけ用のスプーンを、まあ、向こうでもこれは使うので入れて、使い捨てエプロン、向こうでは多分お出かけとかが多くなると思うので、外でご飯食べるときにそのまま使って捨てられるエプロンを15枚ほど念のため持っていきます。でおむつは一応74枚入りを1パック送っておきます。足りなくなったら向こうで買い足せばいいかなっていう感じです。送ります。パジャマが3枚洗い替えしながら使います。向こうに洗濯機があるので10日分って感じではなくて、ちょっとだけ持っていきます。肌着は、まあ、念のためこれを4枚持っていきます。お洋服はちょっとゆねちゃんお洋服がママの好みでワンピースとかが多いのであれですけど、ズボンとズボンスカート、ボトムスが2つと、着回しが効くシャツとトレーナーと T シャツを1枚ずつ。沖縄年末年始20度くらいなので、寒い地域に行くよりはちょっとマシかなって思うよね。コートとか、ね、服的に、うん、確かに重ね着とかセーターとかがないから。あとはワンピース、普段着用のワンピースが、ワンピースなのかな、ワンピースと、まあ、それの下に履く用のロンパスと、まあ、色違いのちょっとタイツ長さがだいぶ違う、タイツ2本持っていきます。まあ、お正月とかちょっとお出かけする時とかに、ちょっとお出かけ用で1個ワンピースとカーディガンと、ちょっとなんかフリフリのタイツ1個入れておきます。靴下は、靴下見てみて、こんな感じ、靴下4つ入れておきます。スタイはゆねちゃんそんなによだれがいっぱい出るわけじゃないので、つけない時もあるから4枚ぐらい
4枚くらい。ちょっと外食も多くなると思うので、子供用の椅子がなかったりとかした時とか、あとは椅子自体にベルトがついてないものも結構あったりするので、それの時用にチェアベルトを買って持っていきます。あとゆねちゃんの離乳食として一応うどんを持っていきます。ご飯とかおかずとかは向こうでスーパーで買って、ちょっとパパの実家で作らせてもらって一個ずつ冷凍しておきたいと思います。うどんはちょっとスーパーとかに売ってなかったりすることが多いので、ゆねちゃんうどん好きで割と食べるから一応持って、使わなければ使わないで OK。 あとは手持ちの荷物にももちろん入れるんですけど、別で新しいお尻拭き2つ一応入れておきます。まあ、足りなくなったら、まあ、向こうで買います。あとはハンカチ大きめのものを3枚持っていきます。手持ちのものにも持っていきますが、ウェットシートの替えも一応2パック新しいものを持っていっておきます。あとお風呂用のガーゼ、お顔拭いたり頭拭いたりするガーゼは3枚持っていきます。あと綿棒は適当に何本入ってるか分かんないけど何本か持っていきます。ゆねちゃんは今ちょっと乾燥気味で皮膚科に通ってお薬をもらっているので、プロペトとヒルドイドを持って、新しいのをヒルドイド2本とプロペト1本持って持っていって保湿に使いたいと思います。多分足りる10日間。あと離乳食向こうで作るんですけど、作るにも限界があるので粉末タイプのこういう野菜の粉末とか、野菜しかない。あとこういうご飯にふりかけして、なんか鮭とかおかかとかが入ってるやつが売ってたので、それも一応何個か持っていきたいと思います。離乳食を作って保存の時に何かとジップロック必要なことがあるので何枚か持っていきたいと思います。と沖縄はほぼ 100% 車で移動なので、チャイルドシートを持っていきます。これベビーカーにもくっつけられるやつだから、お友達に借りてとっても重宝してます。着いた時からパパのお父さんとお母さんが車で迎えに来てくれるので、その時にチャイルドシートがないと困るので、これも当日持っていきます。あとはベビーカーも持って、あとは抱っこひも、この間紹介した抱っこひもも持っていきます。持っていくっていうよりもうこれで飛行機に乗るので抱っこひもして装着していきます。まあ、こう紹介してる中に入ってないものは向こうで買ったり、あと向こうのもともとあったりとかもあるんですけど、向こうで一応買う予定しているものが離乳食作って保存する時のラップと粉ミルク、飲む用のお水、あとゆねちゃんのお菓子、お風呂の石鹸、あと離乳食の食材、野菜だったりお魚だったりは納豆とかね、向こうで買いたいと思います。以上がゆねちゃんのパッキングになります。多分入れ忘れてるものもあると思いますが、まあ、向こうで何とかすればいいかなっていう感じです。それでは次回から沖縄編になりますので、皆さん楽しみにしていてください。